お見事。まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい、そんなに大事なら。貸せ、進路を出す。なら、お前が羅針盤を見ろ。うん。ただし、読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あの、ライフィセットって？名前よ、あんたに。僕の名前、ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。海峡を抜けるぞ、進路を取れ、ライフセット。うん、進路はローグレス。いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたと。タイマシが管理する監獄島でも。分かった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきました。お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるそうで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り。最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ、アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードが俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらはオートにあるのかの。うん、オートのローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところで、お前たちの船だがな、あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして、勝手に乗ってきたものだし。探索船って。探索船の担当はベンウィックだ。
あいつから説明を聞いてくれ。ご存知ですか？マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小舟を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を打ってしかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。つまり今海を自由に渡れる船はバンゲルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょ。逆目に張って儲けてこそ商売は面白い。妙なやつだな。だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるのに。なあ、カニの凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足はごつい10本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自節って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自節させれば。そうなんだよ兄弟、収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。なるほど。トカゲの尻尾だけだと思っていたがカニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？それは知らん。そんなわけないでしょ。風も潮も絶好なのに船を出せないなんて。なんでだ。出航すればいいだろ。いいわけあるか。清涼の航海許可が降りてないんだから。許可がいるのか。国は船舶の航路と出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガント王国は複数の大地領で成り立ってる。そして領を行き来する方法は船しかない。船を抑えれば人や物、情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実奴らはボーティガンなんてものまで作りやがった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る。そしてゴーマに対抗できるのはタイマシ様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に船乗りが従うものがあってたまるか。アイゼンに頼まれたんだけど探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？ほほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。
略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。探索船バツビオ。成果を確認してくれ。あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか進行路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。
報告、偵察隊が強力なゴーマを発見、警戒レベル高と判定しました。了解、星稜に攻守警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。オートの近くでもゴーマが暴れてるなんて、星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、攻守警戒ゴーマってなんだ？星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おお、手強そうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただではすまんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると星稜の警備が強まるわ。アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。メルキオルっていう特等大魔師が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ？連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの、どの棒に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ、大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。星稜がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、星稜の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。星稜には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない、あの男は。自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。ではでは、改めてローグレスへ。あんたも来るの？死神が相手だ。ここだ。フリットステップ。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。俺が死に、こいつはどうだ。逃がせろ。フリットステップ、フリットステップ、フリットステップ。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。
外しません。ゼロの方吐く捕まえば捕らえられまい。セイドブライド生きられた。増減血呪いクリットステップ増減血。覚悟もなしに立ち塞がる。錠剤戦場だ。俺の勝ちだな。手間をかけさせないで食らい尽くす。消えないで呪い。ブレイクブースト。捕らえられない。ここだ。食らい尽くす。そこだ。消えない。呪い。ブレイクブースト。この程度で。さあ先に進もうぜ。そこだ。食らい尽くせ。消えねえか。呪い。ついだ。ここね。スカーレットエッジ。ジグクライダー。セイドブライド。超限界。呪い。ついだ。あの壁すごく大きい。この国の王都ローグルスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう。ライフセット前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか、大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがの。王家も清涼の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。油断は禁物だぞ。やれやれね。邪魔するなら始末。全員を調べるものじゃない。自然にかわす。顔硬いぞ。分かってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした。清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、
奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師、いかにもご覧の通りクセモノ類の我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。たくにもその通り。いやはや我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポッポかように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供騙しは今回限り、ポッポ。怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が。国王はどうしたの。王は健在だが、一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。ほん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど、つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。聖領の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、聖領ってのはどういう組織なんだ。はあ、嘆かわしい。そんなことも知らんのか。聖領とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王様が教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと
再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。